はい、まずこちらを見てください。はい、こちらはトヨタ新型クラウンが、映し出されました、六本木ヒルズですね、に巨大クラウンが現れました、7月15日発表ということで、このように、全体のシルエットが、見れたのは初めてではないでしょうか、かなりこれは SUV な感じではないでしょうか、セダンか SUV かという形で、報道されていましたが、これを見る限り SUV ではないでしょうか。どうですかね皆さん、皆様のですね、意見をですね、これは売れるぞとかこれは売れないぞとかいろいろあると思いますので、皆様の意見をですねコメントの方から、どしどしお寄せください。そして7月15日にですね、受注そして、見積もり開始、あとカタログ発表ですねありますので、楽しみにしていきたいと思います。どうですかね、かっこいいですよね。ちょっと大きくしてみますと、こんな感じですね。このフェンダーアーチモールがですね、前の動画でも挙げましたがこう黒くなってますので SUV 感がありますね、このような感じです。少しずつ、クラウンがですね明らかになっていきます。今回ですね公式ツイッターでは、このように3枚の写真がですね、公開されています。それぞれ見ていきたいと思います。これが2枚目の写真ですね、このように、クラウンが映し出されていますね。非常にかっこいいと思いますが皆さんはどう思いますか、コメントをお待ちしております。今回ですね速報が入ってきましたので、そちらも紹介していきたいと思います。でこちらが少し下から見た、写真が公開されています。六本木ヒルズのメトロハットですね、大型広告メディアにですね、映し出された新型のクラウンですね、ディスカバーユアクラウンと、記載されていて、新しいクラウンが始まる7月15日とあります。どうですかねこの横から見た姿、かっこいいんではないでしょうかね。今までは、一部分しか、公表されてませんでしたが、今回はフロントからリアにかけてのサイドビューが公開されています。この後ろの部分ですね、ルーフがなだらかに傾斜した、形状が非常に、クーペルックな、SUV ですね、のように見えます。かっこいいんではないでしょうかね。楽しみです。新型クラウンの受注が延期というニュースが入ってきましたのでお知らせしたいと思います。中部経済新聞が発表した7月14日の記事によりますと、トヨタ自動車が15日に公表する高級車クラウンの新型モデルの受注開始時期を今週に延期することが13日分かったと。従来は明日ですね7月の15日の公表に合わせて販売店が受注開始する予定だったが、車両生産に制約が出ているためと思われています。13日までに主なトヨタ系の販売店に受注延期の方針を伝えたとあります。今回公布予定の新型モデルは16代目になります。明日の発表そして発売そして受注開始ということで楽しみにされた方も多いのではないでしょうか。私も新型、クラウンをですね購入しようと検討しています。また皆様新しい情報をお持ちの方はコメントにて、よろしくお願いします。どちらにしても、明日の2022年、7月の15日に発表となりますので、どんな、形状でデビューするのか、期待して待ちたいと思います。またどしどしクラウンの方の情報について投稿していきたいと思います。